こんにちは、みにこです。今回の旅先は飛行機でビュンと飛んで長崎です。西九州新幹線にも乗ってきました。現地でご飯にありつけるまで遠いので、まずご飯。ANAとibexエアラインの共同運航便です。なので、機内で美味しいコンソメスープをいただけます。福岡空港への着陸の際の風景は一見の価値ありなのですが、以前の動画で一部始終を長くお届けしたので、ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、後でぜひご覧になってみてくださいね。福岡空港到着後、地下鉄で博多駅へ。改札内に早々に入り、椅子を探し求めていたら、3階にこんな素敵なくつろげるスペースがありました。JR 鹿児島本線リレーかもめ21号です。正面のお顔とカラーリングがめちゃめちゃかっこいいです。特急リレーかもめは主に博多から武雄温泉間で運転され、武雄温泉駅で西九州新幹線かもめと対面乗り換えを行います。西九州新幹線かもめのデザインは豪華寝台列車七つ星と同じ方とのこと。そしてこのかもめの文字は車体になんと110以上もあるそうです。まるでグリーン席かのようです。一路長崎へ向けて出発です。肘掛けの中にテーブルが収納されていました。よく見たら、個々の窓のあたりが流線形になっていて素敵です。まるで高級旅館のようで座り心地も最高でした。電源は肘掛けの下あたりにありました。革のような上質な手触りのヘッドカバーは初期の頃はついてなかったようです。乗っていたかったです。31分なんて早すぎます。新幹線だから早くで当たり前なんですけどね。長崎駅到着後すぐ福山雅治さんのライブの PR があり、長崎を実感。長崎駅前からかもめが見えます。長崎といえば私にとっては路面電車の走る街。路面電車に乗ることも楽しみの一つです。割とシンプルで分かりやすい感じでした。交通系 IC カード使用で特定の駅での乗り換え時、2回目の運賃が無料になります。そんなわけで、新地中華街から目的地に向け乗り換え待ち。まず最初の目的地、中華料理四海楼さんに到着。スーツケースを持って階段を上りましたが、5階レストランへのエレベーターは1階から乗れたようです。エレベーター内も楽しいです。平日なのに激混み、名前を書いて待ちます。待ってる間にメニューが渡されました。もちろん頼むメニューは決まっているのですが、他のも美味しそうです。全面ガラス張りの眺望が最高です。着席まで35分ほど待ちました。この四海楼さんは長崎ちゃんぽん発祥の店とのことなので、もちろんちゃんぽん1320円にしました。具だくさんで白いスープが美味しそうです。ではいただきます。中太麺にしっかりスープが絡んでいます。スープは思ったよりもあっさりとしていますが、しっかりと魚介の出汁の旨みが詰まっています。ちゃんぽんは明治32年四海楼を創設した初代陳平順氏によって考案され、長崎に来ていた中国人留学生のために、うまくてボリュームがあり、栄養価が高く安価なメニューをと考えたのが始まりとのこと。もうほんとその通り、具材がたっぷり入っていてミルキーで美味しい。錦糸卵にキャベツ、きくらげ、小さいむきエビ、かまぼこ、イカ、豚肉など栄養満点です。このビルの1階にはちゃんぽんミュージアムや四街道名店街などもあり、観光やお買い物も楽しめます。何より建物そのものが迫力あって見応えがあります。ごちそうさまでした。美味しかったです。満足です。すごく混み合ってましたが、スタッフさんがテキパキされててスムーズでした。1階も見たいところですが、今日は先を急ぎます。この龍は瓦でできていて、中ほどの四角いものは中国に古くから伝わる魔除けとのこと。そしてこの日のお宿にやってきました。オールインクルーシブのホテルで、もしかしたら私史上最強かもです。チェックインしてお部屋、ラウンジを楽しんでから夕食まで急ぎ出かけます。ホテルまではこんな急な坂道を登ってきましたが、違う方の坂から来ればよかったようです。そのあたりはホテル編でゆっくり紹介していきますね。宿泊したホテルは、長崎の文化や歴史に触れることのできるエリア、南山手地区にあり、異国情緒にあふれ、長崎の魅力がぎゅっと詰まっています。国宝大浦天主堂に来ました。日本に現存する最も古い教会です。内部は撮影不可ですが、聖堂内を飾るステンドグラスの中には約100年前のものもあり、かなり圧巻です。人気の南山手プリンでは、南山手名物のステンドグラスプリンがおすすめ。翌日絶対食べると決めている岩崎本舗さんの角煮まんじゅう。オールインクルーシブ時には必須のヘパリーゼを忘れてきたので、ファミマで買いホテルに戻ります。さっきの岩崎本舗さんの手前からホテルに向かう小道がありました。そして突然のボーリング日本発祥地の記念碑。本当にここでいいのかなと思いつつ進んでいきます。ここ聞いてないと絶対通らない道ですが、こちらから来た方が坂道に泣かされることもないようです。そしてこの小道の先にはホテルの入り口へとつながっています。このテラスの感じが洋館を感じてほんと好きです。海の幸、山の幸、どちらも豊富な長崎の食を楽しみ、夜のお散歩会やラウンジを楽しんで、好きなお茶碗を選べる朝食を楽しんだ後は、急ぎグラバー園へと向かいました。グラバー園はもともとこのエリアにあった旧グラバー住宅をはじめとする3つの洋館のほか、明治時代に長崎に点在していた6つの歴史的な建築物を一区復元した長崎を代表する観光名所です。50周年記念としてキティちゃんとコラボしていました。まだ10時前なのにじっとり暑いです。エスカレーターがあります。階段もありますが、やはりこちらで。もうすでに滝の美しさに目が止まります。長崎サルクのマスコットキャラクターのサルクちゃん。長崎サルクとは長崎の街歩き観光のことのようです。自動電話って書いてありました。エスカレーターが随所にあって助かります。エスカレーターからの眺めも最高です。さて、時間も限られているので、気になる邸宅をピックアップしなければ。入園料620円を支払い中へ、外人さんご夫婦率が高かったです。動く歩道から見える景色も綺麗でした。なんか知ってるような名前がついているところに行こうと思います。こちらは景色は見えないようになっていますね。旧三菱第二ドッグハウス。明治期に建てられた外国人乗組員用の宿舎です。ドッグとは造船所の使用施設のことで、建築当初は第二ドッグに隣接していたため、第二ドッグハウスとの名称のようです。歴史の泉。壁線には有田焼陶板モザイク壁面をはめ込んでいます。祈りの泉です。キリシタン迫害による隠れキリシタンの苦悩と救いを象徴したものです。壁線前には港を眺められる方向に椅子があり、憩いの空間となっています。旧リンガー住宅に行ってみましょう。国指定重要文化財です。木と石が融合した住宅。ベランダの床石はウラジオストクから運ばれた見かけ石を敷いています。あのリンガーハットのリンガーはこの家主さんに由来するそうです。先ほどの泉の前の休憩所の先にはテイクアウトのカフェがあったり、自由亭喫茶室という素敵な喫茶店もあります。喫茶室に後ろ髪を引かれつつ先を急ぎます。旧グラバー住宅です。国指定重要文化財であり、世界遺産にも登録されています。1863年に建築された現存する日本最古の木造洋風建築。日本瓦や土壁、漆喰が使用され、広い石畳のベランダにかかるアーチ型の欄干が印象的です。暮らしの様子が垣間見えるのも当時に思いを馳せることができ嬉しいです。植物に囲まれた暮らしをしていたようです。こんなお家に住んでみたいものです。石畳の中にハート型の石があるハートストーンがあるようなので、それを探すのも楽しいかもですね。この日は団体のお客様もいらしてて、場所によってはだいぶ賑わっていたのですが、クルーズ船が停泊していたので、その方々もいらしていたのかもです。ホテルに戻ってからスタッフさんにそう教えていただきました。長崎伝統芸能館では、長崎くんちに奉納される引物、笠鉾、担ぎ物などが展示されています。長崎くんちは約370年の歴史と伝統を持つ諏訪神社の例大祭。以前に知人から〇〇くんちに行くと聞き、僕んち私んちのくんちと勘違いしたことを思い出しました。こうして少しずつ知識が増えていくのも旅の醍醐味ですね。巨大ガチャがありました。ホテルへ戻り、チェックアウトを済ませてお出かけ再開。岩崎本舗グラバー園店に来ました。どれも美味しそうです。ここではイートイン席があるので少しゆっくりできます。注文するとお茶もフリーでいただけてありがたいです。長崎角煮まんじゅう500円にしました。蒸したてをいただけます。豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮、ほんととろけます。すごく美味しいです。そしてふわふわ生地がまた相性抜群なのでした。旧香港上海銀行はホテルスタッフさんおすすめでした。軍艦島デジタルミュージアムに来ました。当時の暮らしを伺うこともできます。立体シアター、一緒に体感してみてくださいね。軍艦島の通称で知られる端島は、2015年に世界遺産の文化遺産に登録されました。軍艦島ミュージアムでは VR で通常のツアーでは見ることのできない場所を体感することもできます。その VR 担当の軍艦島ご出身の方が、私が宮城から来たということで、遠いところからと驚かれていらっしゃいましたが、その方ご自身も先日宮城の松島にご旅行でいらしてたとのことで、お互い様でした。次回は本物の軍艦島に行ってみたいです。ちらの階段は地獄段という軍艦島の名所で、最頂部まで登ると羽島神社に着きます。お参りしておみくじを引いてきました。楽しかったです。全然外観撮っていなかったです。人力車も走ってるんですね。夜に4本走る長崎ロープウェイへのバス停がありました。本日宿泊のホテルに荷物を預けに行きます。偶然にも軍艦島の岩礁くんのラッピング電車でした。長崎駅前に到着。本日は JR 九州ホテル長崎にお世話になります。帰りの荷物のピックアップを考えて駅前にしました。なんとまだ13時なのに準備ができたお部屋があるということで、チェックインさせていただけました。めちゃめちゃありがたいです。お部屋は9階、素泊まりですが朝食も良さげでした。本日のお城はこちら。簡単にルームツアーをしていきます。入ってすぐ左手側にはクローゼットのコーナー、大きく便利な全身ミラーがあり、左手ドアは水回り。シンプルかつちょうどいい広さで使いやすそうです。洗面台も広くて良きですね。もちろんウォシュレット付きです。バスタオルとフェイスタオル、そしてハンドタオル。こちらのカゴの中にはドライヤー、フェイス&ハンドソープ、使いやすい仕様のシャワーにダージリンティーの香りのアメニティ、バスタブのへりが面白いことになっていました。この楕円の流線形が使っている時最高に気持ちよかったです。ではこちら、シンプルで無駄がなく、それでいて落ち着くインテリアです。充電ケーブルも揃っていて、デスクライトもあって作業がしやすいです。窓からの眺望その1です。スイッチ類は枕元に集約され完璧。お部屋着は胸元の赤い JR の刺繍がかっこいいです。カチカチ開けてみます。冷蔵庫は空っぽです。アメニティは持っていきやすいように小袋も置かれていました。椅子に座ると稲佐山も見え、眺望が良くなりました。お尻に根っこが生えちゃいました。根っこをなんとか引っこ抜き、再び路面電車を待ちます。この電車内はこんな感じでした。思案橋駅にて下車。飲み屋さん街なので午後は比較的静かです。つるちゃん本店に来ました。大正14年創業の九州最古の喫茶店。大正14年は西暦でいうと1925年で、来年で創業100年です。2階に通していただきました。先客1組の方が食べ終えて出て行かれ、まさに貸し切り状態。トルコライスのバリエーションがすごいです。いつものようにメニューは決まっています。昔懐かしトルコライス1780円にしました。バターライスにポークカツ、ナポリタンという最強な組み合わせ。トルコライス発祥の店と呼ばれるお店はなぜか多いのですが、ここつるちゃんもそのお店の一つ。サクサクしててボリューミーなポークカツにはコクのある洋食カレーがトッピングされています。ほんのり甘めのスパゲッティナポリタンも昔懐かしい大好きな味。同じお皿にサラダが乗ってるのもそうだよねって感じ。どれも美味しいです。食べログ評価はなんと 3.6 もの高さ。めちゃめちゃボリューミーですが美味しくてペロリでした。というわけでごちそうさまでした。元祖長崎風ミルクセーキ780円を注文。食事をした人限定でハーフのミルクセーキもありましたが、ビジュアル重視でこちらに。いただきますという前にストローないのと思ったんですが、ミルクセーキに目を入れるとかき氷みたいですね。ミルクセーキは飲み物だと信じて疑わなかったので、これは長崎最大の驚きだったかもです。つるちゃんの初代店主が考案した食べるミルクセーキだそう。かつては夏の風物詩でしたが、現在では年間を通じて提供されています。長崎のソウルフードをどんどん味わっていきます。レモンの風味が広がり、卵の味もしっかり感じられて、練乳の甘さがちょうど良き。めちゃめちゃ美味しいです。普通サイズもペロリといけちゃいました。ごちそうさまでした。大満足です。15時から17時の間は喫茶メニューのみになるそうで危なかったです。なんせホテルの部屋に根っこを生やしていたので動くのが遅くなってしまっていました。店内にはお店の歴史がわかる展示などもありました。この日は電車1日乗車券600円を買っていたので、できるだけ多く路面電車に乗りたかったんですが、暑さもあってさすがに疲れてきました。さっきホテルでいっぱい休憩したんですけどね。暑いのがいかんです。きっとそうです。出島に来ました。日本が海外と交流を閉ざしていた鎖国時代。長崎が西洋に開かれた唯一の窓口でした。この小さな人口の島から西洋な新しい知識と文化が日本中に広まってきました。畳敷きに洋風なテーブルセットがいい感じです。でも全部見る元気は残されていなかったんです。今日はこれからもマストな予定が2つ残されているので、どこかに座ってぼーっとしていたい。路面電車は正式には長崎電気軌道っていうのですね。このレトロ電車のすれ違う様子を撮影したいのですが、なかなかそんな場面に出会えません。FM 長崎の DJ ブースを発見です。バスに乗りました。ロープウェイ前停留所で下車。遠くに観覧車が見えます。ここから徒歩2分ほど。淵神社の鳥居をくぐった先にロープウェイの乗り場があります。白くて美しいです。6時15分発があり、急いでチケットを買って乗り込みます。よくよく考えたらこの時、スタッフさん以外の日本人は私だけだったかもです。約5分ほどで到着。光のトンネルです。稲佐岳駅舎から山頂駐車場を結ぶ通路に7000個もの LED 特殊照明器具を配置。竜が頭上を通過する演出なども時にはあるみたいです。夜景前にもいろいろ楽しいです。展望台に登る手前にもくつろぎスペースがありました。稲佐トップスクエア。日没より早めに来たのは、日没前と後のどちらも見てみたかったためです。電波塔もライトアップされます。鶴のモニュメント、これも見たかったんです。なぜ鶴かというと、長崎港はその形から鶴の港と呼ばれていたそう。そこで今日行ったお店、鶴ちゃんのお店の名前の由来ともつながります。ちょっと薄暗くなってきた頃、長崎の夜景は2021年に上海モナコとともに世界新三大夜景に選ばれ、2012年に続き2度目の認定となりました。2022年には札幌、北九州とともに日本新三大夜景にも認定されました。電波塔も迫力増しました。反対側も神秘的です。では帰りますか。ロープウェイ乗る順番で立ち位置もだいぶ変わるので、そのあたりの配慮はかなり完璧でした。ホテルに一旦戻り、飲む前に帰路のいろいろな手続きを持っていたところ、思わぬ事態に。細かいことは長くなるので省きますが、飛行機の搭乗券が出せなくなるのでは、ちゃんと乗れるかなといった感じです。大きな不安を抱きつつも予約をしているのでお店を探します。魚棚朝さんです。長崎エリアに9店舗の居酒屋を展開する朝グループの一つ。こちらのお店はホテルからすぐで、店名の通りお魚が美味しそう。かわいい器にひらがながほのぼのです。メニューを見ていきますね。この時点で私は航空券が心配であまり飲まない方がいいかなって思ってました。ビールはまず飲みますけどね。日本酒はいけるでしょうか。そして何から注文しましょうか。この手書きのおすすめのお品書きに気になるものが盛りだくさんです。長崎はクジラも有名なんですね。生ビールザ・プレミアムモルツ10グラス580円。お疲れ生です。突き出しは湯葉380円。刺し盛りはハーフにしてくれました。1400円です。全部違うお刺身がいただけるの嬉しいです。ありがとうございます。そしてホタルイカの木漬けとハトシロール。どちらも美味しそうです。ヒラメからいきます。すごく美味しいです。ハトシロールはエビのすり身を柔らかな食パンで包んで揚げて作られる長崎のご当地グルメ。アメリカンドッグみたいな感じでしょうか。初めてのハトシロール、これも美味しいです。横山純米吟醸冷やおろしをお願いしました。で、今日は控えめにするんじゃって思った方もいらっしゃると思いますが、せっかくなので問題は後で考えるとして、まあ楽しもうよってことにしました。バリーゼ飲み忘れてしまいましたが、長崎伊豆刺身シティ。長崎は日本一刺身が美味しい町とのこと。周りを海に囲まれ、水揚げ日本一というのがその理由。確かに本当に美味しくて、これは日本酒飲まずにはいられないです。横山の冷やおろし、旨味と甘味と酸味のバランスが取れていて最高です。最終日に買っちゃいました。そしてスタッフさんにおすすめいただいたホタルイカのお気づけ。今まで食べたホタルイカのお気づけの中でダントツ美味しかったです。今までのは変に癖が強かったりしていたのですが、これは箸が止まらないほど。この移し替える作業割と好きです。そうそう、カウンター席には他に2人ほどお客様がいらしていたのですが、皆さんお一人様でした。ホタルイカのお気づけと日本酒もかなり合います。長崎産骨付き鶏もも焼きと荒越梅酒を頼みました。がっつり系を急にいただきたくなったので、長崎産にこだわってのチョイスです。ここで日本酒を追加しなかったのは、あの心配事を片付けないとというミッションが私に課されていたため。おしんこ盛り合わせ。さっぱり系もいただきたくなったのですが、おサラダって感じじゃないし、ああおしんこ的なものが食べたいとなったのですが、メニューになかったので、おしんことか漬物系あったりしませんかと聞いてみたのです。すると500円ぐらいで見繕って作れますよと言っていただけました。おしんこやお漬物はやはり東北だからこそメニューにあったりするんですかね。気になっていて甘いもの、短冊切りも入っていて特別に作っていただき感謝です。鶏ももの美味しさ伝われ。美味しかったです。ごちそうさまでした。総額は6400円でした。コンビニに寄ってから戻りました。ちゃんと湯船にも浸かり、今夜のお供はルイボスティーです。搭乗券も無事 PC とアプリとでダウンロードできたし、なんとか帰れそうです。この室内着のワンポイントはやっぱり可愛いです。ということで、おやすみなさい。おはようございます。だいぶゆっくり起きました。チェックアウトします。お部屋ありがとうございました。稲佐山の見えるお部屋最高でした。慣れた頃には帰る日という旅ならではのあるある。この歩道橋は突然曲がったりして面白い作りになっています。あれに乗るのは無理かと思っていたのですが、無事乗れまして。観光通りにて下車。なんと1936年からある通りのようです。今はベルナード観光通りという名称。目的のお店のお持ち帰りどころがありました。よそうさんです。ずっと吉宗だと思っていましたが、よそうだと知った時の驚きといったら、スタッフさんがこちらを並べていました。創業慶応2年です。よそう本店は昭和2年に建てられた歴史的建造物ともいえる建物。そうそう、先ほどの慶応2年はまだ幕末で明治の2年前らしいです。老舗中の老舗ですね。メニューを見ていきます。ここでももう心は決まっているんですけどね。この後飲みに行ったお店のスタッフさんも放置などがあるとこちらのお料理を頼むそうなのです。長崎は名物がいろいろあってお店の質も高いです。おしぼり置きにもよそうの夜勤がありました。茶碗蒸しセットを1540円にしました。さてこちらもオープンです。よそうの茶碗蒸しは茶碗蒸しと蒸し寿司が一対となった夫婦蒸しで、他にはない独特なものです。ではいただきます。すごく弾力があります。出汁が効いていてすごく美味しいです。かなりぎっしり入っています。レンゲをやめて箸に持ち帰ることにしました。ご飯もすごくぎっしり、全部取れちゃいます。まるでラーメンかのように取れてしまいました。これは白身魚のでんぶ。桜でんぶの原材料知らなかったです。茶碗蒸しはアナゴをはじめ、エビ、かしわ、しいたけ、きくらげ、銀杏、たけのこ、かまぼこ、ふなどたくさんの具材が入っています。かまぼこを大きなふが支えていました。そぼろはアナゴのかば焼きのそぼろなんですって。どれも154年の伝統の味わいでかなり美味しいです。酢飯にはごぼうのささがき、はんぺんを刻み入れています。箸休めのお漬物ももちろん美味しい。酢飯ぎっしりで見た目以上に量があります。これはアナゴ、そしてエビちゃん。ごちそうさまでした。かなり満腹です。よそうさん、11時15分頃にお餅の列がたくさんできていました。川沿いに来ました。偶然にも行きたかった候補のお店を発見。もう少し涼しかったらこの川べり歩くのも最高なんですけどね。メガネ橋に来ました。東京の日本橋、山口の錦帯橋と並び、日本三名橋に数えられています。この辺りを散策するのも良さそうですね。水位が低い時は階段で川べりに降り、水際を散策できます。この中島川護岸にあるハートストーンは恋愛成就のパワースポット。長崎の冬の風物詩ランタンフェスティバルの時期には、メガネ橋付近も提灯で華やかに彩られます。水害復興と友好の記念碑です。あらゆるところが素敵。道路の向こう側は昭和圏。長崎三大カステラとして名高いのが、福佐屋、文明堂、昭和軒。老舗のカステラ屋さんです。今回は昭和軒の2階にある喫茶室に行ってみたいと思います。1980年、昭和軒本店ビル新築に伴い、2階に喫茶室が設けられました。ステンドグラスのライトが美しい店内です。アーチ型の窓や絨毯の柄など全てが素敵で惚れ惚れします。他のお客様も写真を撮りまくっていました。どこを切り取っても絵になります。レモンケーキをディスプレイしているガラスの上のレモンがキュートすぎました。オリジナルのドリップコーヒーもあります。メニューを見ていきますね。昭和軒のカステラのセットを中心に、喫茶セビリアのリニューアル記念メニューであるレモンケーキセットも美味しそうです。そしてこちらにもミルクセーキがありました。フリー Wi-Fi もあります。喫茶セビリアのフォントとロゴマークが可愛いです。昭和軒カステラセット850円にしました。熟練した職人が1枚ずつ丁寧に焼き上げた昭和軒カステラと明治より伝わるチョコラーテとドリンクのセット。天保元年の創業以来受け継がれてきた技術と伝統で丁寧に焼き上げられた長崎カステラ。柔らかくて風味はしっとり、そして口の中ではとってもまろやか。アイスコーヒーで生き返ります。8代目が創案したチョコラーテはカステラの上品な風味とチョコレートのモダンな風味とが引き立て合う新しい味わい。なんとサービスでほうじ茶ときなこボールをいただきました。ほうじ茶お足します。きなこボールはサクッと優しい甘さで美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しくて幸せでした。このステンドグラスはかなり貴重なものだそうです。かなり優雅な気分に浸れました。1階店舗のシャンデリアも圧巻です。最寄り駅の市役所は2つの駅があり、1つは長崎駅前で2駅とすぐなので、間違えないようにスタッフさんに聞いてから向かいました。その際、路面電車を自然と昔の仙台の路面電車の言い回しで聞いてしまい、スタッフさんを混乱させてしまいました。それにしてもこのレトロ電車のすれ違い風景は撮れなかったなぁと思っていたところ、最後の最後に念願叶いました。長崎街道かもめ市場に来ました。そして念願のかもめ横丁。朝がゆっくりだったにもかかわらず、その後がかなり順調だったので来れました。このかもめ横丁は店舗の仕切りがないオープンな空間。居酒屋はじめ、ラーメン屋にお肉、海鮮などと雰囲気だけでも楽しくなっちゃう空間です。昼間から飲めるお店がたくさん。お目当てのお店に着きました。立ち飲みタタンバーさんです。日本酒、焼酎、ワインなど様々な種類の県産酒が取り揃えられています。カウンターでサクッと飲むのもよし、イートインスペースではかもめ市場内で購入した商品をタタンバーのお酒と楽しむことも可能。そして料金がまたすごいんです。300円で飲めるものがたくさんあり、100円でおつまみがいただけて、AC と USB の電源まであるという素晴らしさ。電車でも楽しめます。この丼勘定にお金を入れておくキャッシュ&デリバリースタイル。ビール、麦とホップの生のシャを300円を頼みました。お疲れ生です。あ、はい、そうですね。宮城県です。宮城県から来たというと、ほぼほぼ驚かれます。後ろに見えるお店は、昨夜飲んだ魚田の朝さんの系列店舗さんです。おつまみは100円のタコワサ。めっちゃ美味しいです。次はお店の方に相談しながら決めた日本酒をいただきます。そのために冷蔵庫前の場所を確保。純米酒葉ネギ絞りにしました。おつまみに豆腐を追加。なぜか画面が斜めってますが、斜めすぎて修正不可でした。辛口ですっきりした飲み口で美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。朝さんは海鮮丼中心の店と、定食もいただける居酒屋さんの2業態で出店されていました。かもめ市場でブラブラ。食べるミルクセーキがありました。長崎楽しかったです。マリオットはいつか泊まってみたいです。福岡空港まで帰りは高速バスを使います。料金は2900円。西日本のバスは座席に席順が表示されているのがデフォなのでしょうか。コンセントもあります。さようなら、長崎楽しかったです。途中 SA で休憩を一度挟みます。途中で虹を見ました。約2時間半ほどで福岡空港に到着。国際線に着くので国内線までバス移動。大きな空港の手荷物預け入れはもうこれなんですね。タグも自分でつけ、行く末を見守ります。いってらっしゃい。最後にクレームタグを受け取って終了。小腹が空いたんですが、まずセキュリティエリアに入ってしまおうと思います。と思ったら中はあんまり飲食店がなかったです。いい景色です。ゲートの待合室は飛行機好きには神のエリアでした。反射してちょっと見にくいですが、滑走路が目の前にあり、離発着する飛行機がたくさん見られます。ここからはバス移動です。大好きコンソメスープで旅を締めます。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてメンバーシップへのご参加お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。